締めがねつるつるしててねうまいです。味噌がやっぱ濃いな。はい、おー危ねえ、おー間に合った。いやー京都ありがとうございました。さあ次は名古屋だ。どこまで食えるかな。新横浜、品川に停まります。機械466号、東京行きは、おー、あっという間に名古屋到着しました。はい、というわけで、名古屋駅に到着いたしました。大阪駅で酔っ払いまして、京都駅でお腹いっぱい食べまして、結構腹も膨れてまいりましたが、新幹線改札内グルメはまだまだ続きます。新幹線改札内グルメ名古屋編としましてね、こちらでございます。サラリーマンの出張者の間で大人気という名古屋駅ホームのきしめん。そのきしめん屋さんがどこにあるかと思いきや、もうねホーム降りたらすぐ目の前にありました。名古屋駅きしめん住吉さん。なんでもあの名古屋駅にはあの改札内外を含めて合計15箇所のきしめん屋さんがあるそうです。よし、こちらね出口専用ということなんで、これぐるっと回って行ってみましょうか。すごい店内旅行客の皆さんでいっぱいでございます。すごい一番シンプルなきしめんが350円なんですけども、これちょっとネットの情報と違うな。あのね JR 在来線の方にしかないっていう、こちら味噌きしめん、これがあった。これ行ってみよう。すごい案内並んでたんですけども、回転率がめちゃくちゃいいんですね。どんどん人がはげていきます。ありがたい。愛され続けて駅きしめん昭和36年から、すごい歴史がありますね。ずれててね、うまいです。味噌がやっぱ濃いな。ああ、どうも味噌の味がこれがたまらんですね、これ。どうもごちそうさまです。はい、ごちそうさまでした。はい、といでいただきました。冷凍とは思えぬつるつるさ、人気の理由が分かった気がします。よし、じゃあ次再び行きます。なんでだろう、毎回電車がギリギリなのはよく分かりませんが、タイミングはいいってことでしょうか。味噌きしめんうまかったです。どうもありがとうございました。ありがとう名古屋。さすがにね、お腹満腹になってきましたが、もう一つだけ食べたいものがあるので、次は浜松でございます。浜松が食べるのが最後になるかなというわけで、浜松に向かいます。はい、というわけで皆さん、ここで一つお詫びを申し上げます。乗る電車を間違えました。
痛めて、まあ、発車ベルに慌てて飛び乗ったのが望みでございました。失敗したというわけで、手元にこうやられます。ただいま、よいしょ。はい、ただいまこれ車掌さんにお願いして精算しましてですね、そのまま新横浜での追加料金を支払いました。本当は浜松ですね、まず駅弁、あのひつまぶしの駅弁を食べて、で熱海駅に降りて、そこであの駅前にね公衆浴場があるんですよ。それ入ってのんびり電車で帰るつもりでいたんですけども、ダメになりました。これネタじゃないです、仕込みじゃないです。本当にやらかしました。慣れてないのボロバレでございますね。というわけで今回の旅はこれで一応打ち止めということになります。はい、どうもありがとう。はい、というわけで私の大ボケで予定より早く新横浜に帰ってまいりました。はい、新幹線途中下車の旅いかがだったでしょうか。私はね、すごい楽しかったです。割とあの広島あたりからこう新幹線で帰ってくるのって結構時間がかかって、若干ね退屈だったんですよ。まあ、あの本読んだり映画見たりとかいろいろやることはあるんですけども、ちょっと時間は増えるんですけども、このねちょいちょい降りていろんなもの食べるっていうのはこれはいいですね。楽しくなります。で今回あの浜松と熱海行けなかったので、これはちょっともう次回のリベンジとしたいと思います。もっとこうよく言えば日本中すごいいろんな駅がありますからね、これはいろんなところで試してみたいと思います。これはあれですね、グリーン車にはない自由席ならではの遊び方かもしれません。というわけでさあ家に帰ろう。今回どうもありがとうございました。